常盤公園は昭和51年、1976年に当時の浦和市政施工40周年を記念して整備・開園されました。広さは1万平方メートルで、公園入り口の赤レンガの門柱と公園の外周にレンガ塀が続いています。これは以前ここに浦和地方裁判所が置かれていた名残で、開園に際して補修・復元されたものです。この裁判所は明治26年、1893年に作られて以降、昭和48年、1973年まで約80年にわたって埼玉司法の中心を担っていました。赤レンガは赤レンガの駅として有名な東京駅と同じ時代のものです。それ以前のこの場所は、遡ること400年ほど前、徳川家康が関東に入府した後に、家臣との打ち合わせや民情視察を兼ねた鷹狩りを好んで行いました。その際の休憩所として御殿を各地に設けました。この地にも浦和御殿が築かれ、慶長6年、1601年から10年ほど存続されましたが、慶長16年、1611年には取り壊されています。この時の表門は玉造院に下げ渡しされましたが、元禄12年12月の火災で残念ながら焼失しています。その後の記録で文化8年、1811年頃には、この辺りのあざ名が御殿尻となっており、その歴史が忍ばれます。公園の北側にある玉造院の松の寺、成就院神寺は、平成の改築・再建の時に御殿山の参号を授かっています。御殿を取り壊した跡地は、幕府直轄地として杉やヒノキを植林したお林と呼ばれ、幕府により長く保護されましたが、後の明治3年、1870年には、埼玉県庁造営のために伐採されたそうです。明治時代の地方裁判所の赤レンガは、現在も復元維持されており、令和4年度末を完成目標に、防災機能を兼ね備えた公園へと、現在改修工事が進められています。